おなんちゃんです。本日はリクエスト企画、シナリオ重視、キャラ萌え重視別のおすすめ乙女ゲーム紹介。はい、ということでですね、私が選ぶシナリオを重視した際のおすすめ乙女ゲーム3作品と、キャラ萌えを重視した際のおすすめ乙女ゲーム3本と、あとはシナリオもキャラ萌えもちょうどいい塩梅で兼ね備えているなーって思うおすすめ乙女ゲームを2本、合計8本をご紹介させていただこうと思います。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは紹介スタート。シナリオ重視のおすすめ乙女ゲームを3本紹介していきます。まず1本目、幻想喫茶アンシャンテでございます。対応機種が任天堂スイッチのみとなっております。こちらどんなお話かと言いますと、舞台は現代日本、主人公の祖父が営んでいた喫茶店アンシャンテ。ある日、祖父の訃報と遺言により、主人公はその喫茶店に関わることになります。どこか不思議な雰囲気の喫茶店で、主人公は不思議な男性たちとの出会いを果たすというお話になっております。こちらのゲームのおすすめポイントなんですけど、このゲームはですね、幻想喫茶アンシャンテっていうタイトルやオープニングや PV 映像からは全く想像もつかないほど壮大なストーリーなんですよ。もうね、どのキャラクターのルートもさながらメインキャラ並みのシナリオの作り込まれようでした。マジでおすすめ。はい、ではシナリオ重視のおすすめ乙女ゲーム2本目、クロックゼロでございます。はい、こちらの対応機種は PSP、 プレイステーションビータ、ニンテンドースイッチでございます。こちらどんなお話かと言いますと、小学校6年生の主人公はある時から荒廃した世界にいる夢を見るようになっていました。そんなある日、主人公とその他5人の生徒は新任教師の加賀明に呼ばれ、とある課題を与えられます。メンバーたちと楽しく課題をこなしていくが、主人公の身の回りでは謎めいた事件が次々に起こっていました。そして主人公の目の前に荒廃した世界の夢で出会った人々が現れるというお話になっております。こちらのゲームのおすすめポイントは、圧倒的ボリュームにもかかわらず素晴らしいシナリオっていうことです。もうね、このゲームも全攻略キャラクターがメインキャラなんじゃないかって思うぐらい、全ルートすっごく作り込まれていて、攻略対象が一人でもかけたらこのゲームはもう成立しないっていうぐらいね、一人一人のルートがものすっごい作り込まれているゲームでした。はい、シナリオ重視おすすめ乙女ゲーム3本目はシャレードマニアックスでございます。こちらの対応機種はプレイステーションビータとニンテンドースイッチでございます。こちらあらすじなんですけど、このゲームの紹介動画を別で上げているので、そちらをよろしければご覧ください。このゲームのおすすめポイントなんですけど、もうね、初っ端から至る所に張り巡らされている伏線と、もう最後までね、どうなるかわからないハラハラドキドキの展開に夢中になること間違いなしっていうところです。シナリオが面白いっていうだけじゃなくて、攻略対象もなんと9人もいまして、シナリオボリュームにも満足すること間違いなしでございます。最近ね、スイッチ版が発売されて久々に再プレイしたんですけど、改めてマジで面白かったです。ぜひ気になった方はプレイしてみてください。はい、ではこっからはですね、キャラ萌え重視のおすすめ乙女ゲームを3本紹介していきます。でまず1本目、クラップでございます。こちら対応機種はプレイステーションビータのみとなっております。こちらはどんなお話かと言いますと、主人公は高校教師になるために教員採用試験を受けるが、結果は不合格ばかり。教員になることを諦めかけていたその時、一通の合格通知が主人公のもとに届きます。しかし主人公が採用されたのは、未熟なユーマたちを育てる訓練学校の調教師でした。採用自体を考えた主人公だったが、訓練学校の校長から1年間調教師を務め上げたら別の高校に口利きをするという言葉を聞き、調教師として働く決心をするというお話になっております。
このゲームのおすすめポイントは、調教師なので調教システムっていうのがあるんですけど、それは何かっていうと、様々な調教アイテムを駆使して拘束されてる攻略キャラクターたちを攻めまくるっていうシステムなんですけど、多分聞いてる限りやと何やそれって思うと思うんですけど、意外とこれが良くて、なんか気づいたらもう夢中になって調教してました。これめちゃくちゃ燃えるので、いやめっちゃ良かったです。シナリオに関しては長すぎず短すぎず重すぎず、でも面白くてサクサクっとプレイできるような最高キャラ萌えゲームです。もしね、この調教システムをウェーって思ってプレイされてない方は、いやマジでね、一回ちょっとやってみてほしい。私はどちらかというと、まあ、M の人間なんですけど、すっごい楽しめました。はい、ではキャラ萌え重視のおすすめ乙女ゲーム2本目、下天の花でございます。対応機種は PSP とプレイステーションビータでございます。こちらどんなお話かと言いますと、舞台は戦国時代。伊賀の国で暮らすくのいちの主人公は、ある依頼を受け安土城に向かいます。織田信長のお城安土城で主人公を待っていたのは、腹心の明智光秀でした。光秀は主人公を雇い入れ、自身の妹姫として城内に住まわし、安土の武将たちとの仲を深めさせました。やがて主人公に残酷な命が下されるというお話になっております。このゲームのおすすめポイントは、攻略キャラクターがマジで魅力的すぎました。攻略キャラクターたちの年齢層は割と高めで、大人の色気があってしっとりと燃えられるような作品でした。なのでね、これは大人の女性でも楽しめるキャラ萌えゲームとなっております。シナリオに関しては、どのキャラのルートも大まかには同じなんですけど、同じだからこそ各キャラクターたちの個性が存分に発揮されていて、キャラクターに重きを置く方には絶対にプレイしてほしい作品となっております。でもちなみに大まかなね、シナリオもめちゃくちゃ面白いです。はい、ではキャラ萌え重視のおすすめ乙女ゲーム3本目、アルカノファミリアでございます。こちら対応機種は PSP とプレイステーションビータとなっております。こちらのゲームのあらすじなんですけど、紹介動画を別で上げているので、気になった方はそちらをぜひご覧ください。概要欄に URL を貼っておきます。このゲームのおすすめポイントなんですけど、個性豊かすぎるキャラクターたちと目を引く世界観と設定です。このゲームは結構シナリオが薄いっていうか、あっさりしてる分、キャラクターとか世界観がより引き立っていて、キャラ萌えゲームとしては素晴らしいんじゃないかなと思います。はい、ではここからはですね、シナリオもキャラ萌えもいい塩梅で兼ね備えてんなーっていう乙女ゲームを2本ご紹介していこうと思います。じゃあまず1本目、華やかなり我が一族でございます。大好き。こちらのゲームの対応機種は PSP、プレイステーションビータ、ニンテンドースイッチでございます。こちらのゲームも別で紹介動画上げてるので、あらすじ気になった方はぜひそちらをご覧ください。このゲームのね、おすすめポイントなんですけど、シナリオと糖度の塩梅が完璧。その中でもシナリオはシリアスさとギャグさがちょうどいい塩梅で練り込まれてるし、攻略キャラクターも主人公より年下から主人公より年齢が倍くらい上のキャラクターもいて、キャラクターも個性豊かでめちゃくちゃ魅力的やし、マジでいろんな塩梅がとにかく完璧なゲームでした。シナリオ重視派でも、キャラクター萌え重視派でも、どっちを重視する方でも楽しめるんじゃないかなと思いました。はい、ではシナリオとキャラ萌えちょうどいい塩梅のおすすめ乙女ゲーム2本目、ギルシャの戦記でございます。ディスク発売決定おめでとう。こちらの対応機種は任天堂スイッチのみとなっております。こちらどんな話かと言いますと、舞台は平治の乱から15年後、かろうじて助かった源氏の御曹司シャナ王は山深い鞍馬に預けられ、修行の日々を送っていました。そんなシャナ王には誰にも知られてはいけない秘密がありました。実は女だという重大な秘密がっていうお話になってます。このゲームのおすすめポイントは、攻略キャラクターに限らず
サブキャラもイケメンばっかりで、とにかく出てくるキャラクターに片っ端から燃えることができます。糖度が若干低かったかなっていうのはあるんですけど、その分恋愛描写の過程がものすっごい丁寧で、全然糖度が低くても十分燃えることができました。でね、シナリオもマジで面白い。もう先が気になって気になって、ほんまに寝る間も惜しんでプレイしてました。歴史に詳しい方だと先が若干読めてしまう節があるのかもしれないですけど、私は全然その辺については詳しくなかったんで、すごい新鮮な気持ちで楽しむことができました。はい、ということでシナリオ重視、キャラ萌え重視別のおすすめ乙女ゲーム合計8本をご紹介させていただきました。もしね、この紹介を機に、今までシナリオ重視派だったけど、このキャラ萌え作品気になるなとかいうのあったら、ぜひプレイしてみてくださると嬉しいです。では本日もご視聴いただきありがとうございました。ぜひ次回の動画もご覧ください。バイバーイ。